井上真一郎は、日本の編集者、実業家、映画プロデューサー。一般社団、法人外国映画輸入配給協会会長、株式会社、角川上級顧問、エグゼクティブフェロー、一般社団法人映画産業団体連合会理事、一般社団法人日本映画製作者連盟理事。東京都出身、早稲田大学、第二文学部中退。 大学在学中の1980年、アニメック11号よりアルバイトの立場で副編集長に就任。記名記事においてはと表記。編集業が多忙なため大学を中退し、アニメックを発行するラポートに就職するが独立。フリーの編集として、テレビ雑誌、ザテレビジョンのアニメーション記事を担当。1985年より、アニメ雑誌。 月刊ニュータイプの創刊に副編集長として参加。1987年4月に角川書店の子会社で月刊ニュータイプを発行するザテレビジョン社へ正式に入社し、1991年に同志編集長に就任。1993年、ザテレビジョン社が角川書店へ吸収合併。以後、女性情報誌、主旨。 漫画雑誌、月刊少年エース等の総刊編集長などを歴任。2000年、角川書店、アニメコミック事業部長就任。2007年、角川書店のグループ持ち株会社化に伴う角川書店の代表取締役社長、角川プロダクション代表取締役社長に就任。2011年、角川コンテンツゲート代表取締役会長に就任。 2013年4月、角川グループホールディングス代表取締役専務に就任。2019年4月、角川代表取締役副社長執行役員に就任。同年6月角川代表取締役副社長に就任。アニメックから月刊ニュータイプを通じて従来の声優に対してキャラクターの声という意味のキャラクターボイスという造語を提唱した。 NHKBS2 で放送されるアニメ特番には知恵袋的存在として15年以上も長く出演し、金曜アニメ館では王子役の深川亮と、その妹役の池澤春菜豊口恵チめぐみ、ゆずき花に対し、羊役の羊の新一郎さんとして親しまれる。ありがとうございます。